今日のゲーム展開シーソーゲームでした。まずハイライトをご覧いただきますが、初回です。ワンアウト二塁一塁で、ここでダブルスティールをかけるんですが、タイミングがちょっと早かったんですかね、藤田セカンドランナー。ここでツーアウトとなって3年半助かりました。ペゲードを打ち取る0点。そしてその裏です。ワンアウト二塁一塁として、柳田のバッティング、ライト前のタイムリー、1点先制です。なおも二塁一塁、初回立ち上がり則本を崩したかったんですが、デスパイネ上林凡退して1点止まりです。2回の裏ワンアウト二塁ですが、則本、ここから高田、福田、2者連続三振、0点に抑えてくる。3回の表バンデンファン、これが先頭バッターの田中、レフトに持っていきました。今シーズンの第1号ソロホームラン、1対1の同点です。回中盤5回の裏ツーアウト、今宮ツーアウトランナーなしから左中間のツーベースで、この当たりです。記録はセカンドへの内野安打となって、今宮二塁から突っ込んでくる。リクエストもありましたが、ビデオ検証の結果セーフ。今宮の左で神の手です。これで2対1勝ち越し。6回の表ワンアウトランナー三塁一塁で、バンデンハーク、ピンチを迎えるがディクソン三振、そして代打で起用されたウィーラーも三振にしのいでいきます。2対1、1点差で7回の裏ラッキーセブン、この回先頭バッター途中出場の高谷、このホームラン、しばらくは勝負あったかなと思いましたよ。そうですね、これで決まったかなというふうに思いますけどね。森本ががっくりとしたこの失投を逃しませんでした。高谷3対1。ただ8回の表、この回先頭バッターの代打今江、左中間への第4号のソロホームランで1点差。ペゲーロ左に持っていってホームランクラスへ12号ソロホームラン、あっという間に3対3の同点。ゲームが分からなくなったところで8回の裏、この回先頭バッターの柳田センターへ、よく伸びました。則本がえっという表情、分かりますね。分かりますね。これで4対3勝ち越し。9回の表しかし楽天、2アウトランナー3塁2塁と粘って、クローザーの森、最後はフェルナンド見逃しの三振。ゲームセットです。1点差ゲーム、ソフトバンク逃げ切って連敗を3でストップしました。試合後の工藤監督のインタビュー。